4月18日、最新セリーグ順位表、横浜阪神首位。中日と巨人が仲良く離れていってるな。ヤクルト4安打、中日8安打。さあスコアはどうなった？何回目の完封負けや中日さん。4強2弱。巨人と5でも勝てないのいろいろやばいやろ。巨人は上がり目が少ないのも辛いな。石田完封いけてたんじゃねえの。左腕カルテットは過保護温室育ちなんや。ピレット横浜だと5相手に勝っとるのね。巨人はアーリーワークの効果出てるか？枠へ、連勝3敗、防御率 2.50。ハーダブルー。かわいそ。援護がないという言い訳は、防御率0点台の投手だけが言える。戸郷防御率 0.89。文句言ってよし。原のコメントが楽しみやわ。中野ほんといい選手になったよな。9号、9回にお声中山に変えて、坂本京野にした理由。長崎のファンに向けた顔見せ。原の代打芸は何だったのか。朗報、坂本隼人通算2000試合出場。そう？相変わらず意味のわからん代打起用してんな。で凡退しとるやんけ。巨人はもうそこに沈むところまで行くやろね。カード勝ち越しできるイメージが全くない。ワイデイファン、今季、現地4戦4勝。もう少し行くか悩む。毎日行け。帯同しろ。西、9回1失点くらいじゃないと勝ち投手はもらえないよ。吐き出すやんあなた。約、4安打、長打13四球。中日、8安打、長打34四球。なぜなのか。なんで完封負けしてんの？戸郷ですら勝てない巨人が重傷なのか。戸郷に勝てる横浜が好調なのか。どっちもか。まだバウアー今永大抜きが残ってるんだ。